みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。おはようございます。7月26日新上五島町です。今日は台風3号の影響で少し風が強い状態です。今日もホットとの一日が始まります。さあ、今日も朝から大工さんが頑張ってくれてます。お疲れ様です。さあ、その頃現場監督のホットと団子、ホットは冷房の下でゆっくりしてます。団子、さあ、足だけ見えてる団子、団子ものんきに寝てました。7月26日大工さんここまで進めてくれました。ほんと家の形が出来上がってます。さあ、ここが玄関になる予定です。さあ、今からお父ちゃんは仕事に行ってきます。さあ、7月27日またまたここまで進んでます。さあ、こっからトイレとお風呂で、海が見えるとこにキッチン、間取りがほんと出来上がってます。で、裏に回ると裏の方も広くて、ここにベランダを作る予定です。海を見ながら飲むベランダで、この裏も意外と広くて、後から畑とかしたいです。さあ、今日の新上五島町は台風3号の風の影響がまだ残ってます。今日は場所によっては海水浴場も遊泳禁止になってます。ミミ、コウメ、はい、手前がミミです。こっちがコウメ。朝の散歩が終わったホット。さあ、ミミたちは今からご飯です。さあ、2日後に誕生日のホットくん、ホットへプレゼントするパンを今日注文しに行こうと思います。ちょうどホットの誕生日は月曜日なので、お父ちゃんもお母ちゃんも休みです。一日お祝いしようと思います。じゃあ今からパンの注文行ってきます。さあ、今回注文するのは、前もって注文するとワンちゃん用のパンも焼いてくれるパン小屋の小屋さん、ここに注文しに来ました。さあ、今回ホット用のパンを焼いてくれるパン屋さん、自家製酵母で作るパンが有名で、町で有名なパン屋さんです。お父ちゃんもここのパンは大好きです。じゃあ、ホットのパンを頼みに行ってきます。こんにちは。えーちゃん。はーい。いらっしゃい。今回ね、はい、うちのホットの、はい、誕生日用のパンを焼いてもらいたいんですけど、はい、いいでしょうか。はい、受けたまわります。ありがとうございます。ということで、29日、はい、ホットの誕生日パンよろしくね。わかりました。取りに来るね。じゃあ、お願いします。はい、お待ちしてます。さあ、ホットのパンの注文をしたので、お父ちゃんは仕事に行ってきます。ホットはゆっくりしちょってな。ホットチャンネルでした。まったね。最後までご視聴ありがとうございました。